週間後に巨大化するペットたち、こんにちは、ゼロマルです。日曜日はシルバーアロワナのムサシ。今週行ってきた伊豆にはムサシと同じシルバーアロワナもいました。しかも僕の家にもいるアルビノの巨大バージョン。そしてさすが伊豆という感じで、とんでもないものと一緒に生活していました。ここでクイズ。伊豆のシルバーアロワナが一緒に生活していたとんでもない生き物とは何でしょう。1スッポン、2肉食ガメ、3ダイジャ。それではシンキングタイムスタート。答えは測定の後ということで、第26周目の測定いきましょう。先週の 42.2cm から2つ目の点の手前あたり、線を書いて測って 42.6cm プラス 0.4cm、 久しぶりに記録更新。成長は止まってないようです。続いて古文の白の計測、新たに点を書いてスタンバイ。右から6つ目の点の手前、線を書いて測って、白の初めての記録は 35.7cm。 いやもうでけえやん、武蔵とそんな差がねえやんか。でも 35.7cm といえば武蔵の11周目の記録。今週が26周目だから15週前の姿ってことだね。こっから白も武蔵も大きくなるよ。それではクイズの答え、正解は3のダイジャでした。しかも1匹だけじゃなくて3匹ぐらいダイジャがいました。食べられないにしても水質とか大丈夫なのかな。まあでもびっくり仰天だね。次は金曜日、ケヅメリクガメのたわしを測定していきます。お楽しみに。バイバイ。